ドイツ帝国期のビュルテンベルクビュルテンベルクはドイツ南西部に存在した両方国家。首都はシュトゥットガルトであったが一時期は君主の座所がルートビヒスブルクやウラッハに置かれたこともある。現在はドイツ連邦共和国のバーデンビュルテンベルク州の東北部の部分を構成する。ビュルテンベルクーランの地ビュルテンベルク城、18世紀の版が ビュルテンベルクという地域名が何に由来するのかは、はっきりしない。以前は、ビルトエーエムベルクという語から派生したものだという説が、広く浸透していたが、これは研究者たちによって否定されている。ワイルット、ワイルティーノといった、個人名から派生しているという説や、バイロリューナム、ベルデューヌムといった、ケルト語系の地名に由来するという説もある。 いずれにせよ、シュトゥットガルト近郊のビルテンベルク城の城主が近隣地域へと領土を拡大していき、その領土が城主の住む城の名前で呼ばれるようになったことで、ビルテンベルクが地域名として定着した。ビルテンベルクは古くはワイアテンバーグ、ワイアテンベンク、またはワイアテンバークと表記されており、現在の表記であるウルチンバーグや、 ビュルテンベルクが現れたのは16世紀後半になってからである。1806年にはウルチンバーグが正式な表記と定められたが、ビュルテンベルクの方も頻繁に使われ、貨幣や公文書にも時には使われた。ビュルテンベルクに最初に住んだことが判明している民族集団はケルト族であり、その次がスエビ族であった。 紀元一世紀、ローマ人がこの地域を征服し、防壁を築いて、自分たちの帝国の守りを固めた。三世紀初め、アレマンニ族は、ローマ人をライン川及びドナウ川以南へと追い出して、ビュルテンベルクとなる地域を支配したが、クロビスという王に率いられた。フランク族が、アレマンニ族を496年に壊滅させ、この地域の新しい支配者となった。 ビュルテンベルクはこれ以降4世紀にわたって強大なフランク王国の一部であり、王が任命した白に統治されていたが、9世紀になるとドイツのシュバーベン公国に包摂された。1268年、それまでシュバーベン公国を統治していたホーエンシュタウフェン王朝最後の当主コンラディンが死ぬと、その医療の大部分を受け継いだのはビュルテンベルク白であった。 ビュルテンベルク博一族の子祖は、1080年頃から、資料に登場するようになった、ビルテンベルク城の上司コンラート・ホン・ボイテルスバッハ、である。ビュルテンベルク博に関する詳しい辞跡が、判明するようになるのは、1241年から1265年まで、博の地位にあった、ウルリヒ一世の知性からである。ウルリヒ一世は、シュバーベン校の家臣で、 ウルムの町の被護者であり、ネッカー川とレムス川に挟まれた谷間に広大な領地を所有し、1262年には、ウラッハの町を支配下に置いた。ウルリヒ一世の二人の息子、ウルリヒ二世博とエーバーハルト一世博の下で、ビュルテンベルク博家の勢力は着実に拡大していった。エーバーハルト一世博は三人のローマ王と敵対して、 時には王を破って優位に立った。また治領を2倍の広さに拡大し、伯爵の巨城をビルテンベルク城から現在のシュトゥットガルト市の中心部にあるシュトゥットガルト古城に移した。エーバーハルト一世伯の後継者たちは彼ほど優秀ではなかったが、しかし全員がビルテンベルク伯領を拡大させていった。伯爵たちは1381年に テック公爵領を購入し、1397年には女子相続人との結婚によってモンベリアル博領を入手した。ビュルテンベルク家の領土は一時は二つの家系によって分割されたが、1482年にはミュンシンゲンの和訳が結ばれ、ビュルテンベルク博家の領土はエイバーハルト五世のもとに再統一されることになった。この家内協定は1495年、 帝国議会において神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の認可を得た。ドイツの他の両方ではあまり見られないことであるが、ビュルテンベルクでは1457年から任政の両方議会が存在しており、伯爵による新たな課税を承認する役目を持っていた。ビュルテンベルクの紋章、1495年1495年に、ビュルテンベルクは広告となった。 ビュルテンベルクは大国に囲まれながらも生き延びることができたが、それは近隣に存在した小規模な両方より規模が大きいおかげであった。しかし広告は宗教改革期には新生ローマ帝国内のカトリック勢力から圧迫を受け、17.18世紀にはたびたびフランスの侵略を受けた。不運なことにビュルテンベルクは長きにわたって熾烈な争いを展開した。 ブルボン朝サ、フランスとハプスブルク君主国の両国が進軍する通り道であった。中世の公爵領とオーストリアの支配エーバーハルト・5世は、歴代のビュルテンベルク君主の中で最も優れた人物の一人であり、1495年に、新生ローマ皇帝からビュルテンベルク公の称号を認められ、家領を広国に昇格させ、自らは、 ビュルテンベルク公エーバーハルト一世となった。エーバーハルト一世が翌1496年に亡くなると、重帝のエーバーハルト二世が後を継いだが、わずか2年で廃位された。エーバーハルト二世の後継者ウルリヒは即維持にはまだ子供であった。ウルリヒの長い知性の間に、ビュルテンベルクは最も波乱に富んだ時期を迎え、有能かつ、無節操。 かつ野心的な公爵、ウルリヒの統治がビュルテンベルクに他のドイツ両方とは違った政治文化を築くことになった。ウルリヒは潤沢な予算を求めて領民から強盗に近いようなやり方で金をむしり取ったため、貧民コンラートという人物の率いる一揆が発生した。公爵とその顧問は機敏に事態を収拾し、1514年には、 中便元の和訳が結ばれ、領民は公爵から課せられる課税を受け入れる代わりに、様々な政治的権利を与えられた。この政治的権利のため、ビュルテンベルク国家には国法に基づく自由を基礎とした社会が形成された。その数年後、ウルリヒはシュバーベン同盟と敵対し、シュバーベン同盟軍にビュルテンベルクを侵略された。同盟軍は、ウルリヒの妻、 ザビーナの弟のバイエルン公ビルヘルム4世の援助を受けていた。バイエルン公はウルリヒが姉を虐待していることに腹を立てていたのだった。亡命を余儀なくされたウルリヒは神聖ローマ皇帝カール5世に公釈料を22万グルデンで売却した。カール5世はビュルテンベルクを弟のフェルディナント1世に譲り、 フェルディナント一世は数年の間名目上の統治者を務めた。しかし住民はオーストリアによる先制的な支配に対する不満を募らせ、ドイツ国内が農民戦争を発端とする戦乱と宗教改革による動揺のために不安定になると、ウルリヒは機会を捉えて広告を取り戻した。1534年5月、ウルリヒはヘセンフィリップ一世と その他のプロテスタント諸公の援助を得て、フェルディナント一世の軍勢をラウフェンで打ちまかし、そしてカーデンの麻薬によってビュルテンベルク港に帰り咲いたのである。しかし、必然的にオーストリア大公の風神として広告を与えられるという形で福井することとなった。ウルリヒは後に改革派の宗教信条を採用し、自分の両国全域に、 プロテスタントの教会を建設するよう努め、1536年に、テュービンガー・シティフト神学校を創設した。ウルリヒは、晩年になって、シュマル・カルデン同盟に関わったため、皇帝軍によって、再び両国を追われた。カール五世は1547年にはまたもや、ウルリヒを福井させてやったが、今度は、金銭的な賠償を支払わせた。宗教改革期。 ウルリヒの息子、クリストフの治世に、ビュルテンベルクのプロテスタント化は完了した。クリストフは、教会統治組織を導入し、この組織は20世紀まで存続した。クリストフの時代には、常設の委員会が、広告の財政を管理するようになった。この委員会に所属する者は、全員が、上流階級で、委員たちは主に都市の財源を自分たちの思い通りに、振り分け。 広告で大きな権力を得た。クリストフの息子ルートビヒは1593年に子供のないまま死去し、冒険のフリードリヒ一世が後を継いだ。フリードリヒ一世は勢力的な統治者で権力に制限のある君主としての立場や古くから続く国宝を軽んじた。1599年、フリードリヒは神聖ローマ皇帝ルドルフ二世に 多額の金を払い、ビュルテンベルクを、オーストリアの俗領の地位から解放した。こうして、ビュルテンベルクは再び帝国直属身分に復帰した。ウルリヒの息子で、後継者のヨハンフリードリヒは、絶対君主になろうとして失敗し、君主権に制限があることを認めてしまった。ヨハンフリードリヒの知性に、広告は30年戦争に巻き込まれて激しく、 後輩したが、ヨハンフリードリヒ自身は、この戦争で、誰の味方をしたわけでもなかった。その息子のエイバーハルト3世は、1633年に、申請を開始して、すぐにフランス及び、スウェーデンの同盟国として30年戦争に、参加したが、1634年のネルトリンゲンの、戦いで、皇帝軍が大勝すると、 皇帝軍に広告を占領させ、しばらく亡命生活を送ることになった。ベスト・ファーレン条約の締結とともに、エイバーハルト3世は広告に戻ったが、ビュルテンベルクは人口が減って国土も激しく疲弊していた。エイバーハルト3世は後半の知性を長い戦争によって衰えたビュルテンベルクの国力回復のために費やした。 絶対主義の試みルートビヒスブルク宮殿と庭園シュトゥットガルト近郊エーバーハルトルートビヒは父ビルヘルムルートビヒの早死にのためにわずか1歳で公爵位を継いだがエーバーハルトルートビヒの長い治世にビュルテンベルクは近隣国をいじめることの好きなフランスの太陽王ルイ14世と関わることになったビュルテンベルクは百八十八年1七百三年 1707年にフランス軍の侵攻を受け、フランス人たちは広告の領民に残虐行為を働いて苦しめた。ビュルテンベルクは人口も少ないため、この時期にピエモンテ地方の強国から追われたバルド派のプロテスタント難民たちを喜んで迎え入れ、このおかげで広告は幾分繁栄を取り戻した。 しかし、エーバーハルト・ルート・ビヒは、愛称のビルヘルミーネ・フォン・グレー・フェニッツに贅沢をさせ、領民は、彼女のせいで、国が傾くことを恐れていた。この愛人問題もあって、エーバーハルト・ルート・ビヒは一概に高い評価を得た、君主とは言えない。また、エーバーハルト・ルート・ビヒは1704年、シュトゥットガルトの北に、ベルサイユ宮殿を申した、ルート・ビヒスブルク宮殿を建設した。 エイハーハルトルートビヒの後を継いだ重帝のカール・アレクサンダーはオーストリアに将軍として出資していた頃にカトリックに改修していた。カール・アレクサンダーが最も信任していた助言者はユダヤ人のヨーゼフ・ズ・ユース・オッペンハイマーであった。いずれもプロテスタントでない公爵とその顧問による統治に対して両国の人々は彼らが両方議会を閉鎖して 絶対主義を採用し、さらに両国の体制宗教をカトリックに変更するのではないかという疑いを持つようになった。しかし1737年3月にカール・アレクサンダーが救出すると、こうした不安も消えた。広告の摂政となった分家筋のビュルテンベルクのイエンシュタット公カールドルフはオッペンハイマーを処刑した。カール・オイゲンは1744年に申請を 開始し、異性者としての才能を示したものの、しかし乱暴で贅沢好きな人物でもあった。カール・オイゲンはすぐに無能な長身たちに操られるようになった。公爵は、シュトゥットガルトに、新宮殿を建設するなど様々なことに莫大な、金を使った。またカール・オイゲンが7年戦争で、同じプロテスタント国家のプロイセンと敵対したことは、 ビュルテンベルク公国の住民たちには不人気だった。カール・オイゲンの知性は、君主と臣民の間の不和が、最も注目すべき問題だった。公爵が不正かつ身勝手なやり方で税金を釣り上げた、ことは、領民に、大きな不満を抱かせた。新生ローマ皇帝と、その他の近隣列強国による仲裁もあって、1770年には、 ビュルテンベルク国内の君主と親民の対立は一応調停され、親民の怒りも幾ばくかは収まった。しかしカール・オイゲンはこの時の約束を守らず、晩年になって、再び親民に対する新たな情報を強いられている。フランス革命期初代ビュルテンベルクをフリードリヒ一世、カール・オイゲンには子供がなく、後を継いだ弟。 ルートビヒオイゲンにも男子がなかったため、さらにその下の弟フリードリヒ2世イオイゲンが新たな公爵となった。フリードリヒオイゲンは、プロイセンのフリードリヒ2世イ大王に仕えていた、将軍で、フリードリヒ大王の親族の女性と結婚しており、モンベリアル伯領を経営し、大勢の子供たちを、プロテスタント神とかつ、フランス語話者として育てていた。 彼以後のビュルテンベルク王家の人々はすべてフリードリヒオイゲンの直系子孫である。1797年にフリードリヒオイゲンの息子フリードリヒ三世が公爵位を継ぐとビュルテンベルク公爵家はプロテスタント信徒に戻りカトリック信徒の公爵がプロテスタント信徒の臣民を統治するねじれた状態は64年ぶりに解消された。 フリードリ・ヒオイゲンの短い治世中、フランス共和国軍がビュルテンベルクに侵攻し、フリードリ・ヒオイゲンは、フランス軍に屈服して神聖ローマ皇帝の陣営から抜け、そして、フランスに賠償金を支払った。フリードリ・ヒオイゲンは2年間統治しただけだったが、広告の独立を巧みに守った。彼は、大勢の子供たちを、ロシア、オーストリア、イギリスをはじめとする。 ヨーロッパ中の王家と縁組みさせた。フリードリヒ三世は父の仕えたフリードリヒ大王を模範としており、広告のミニに反してフランスとの戦争に参加した。ビュルテンベルクが再びフランスに占領されると、公爵フリードリヒはエアランゲンに逃亡し、1801年2月9日にリュネビルの和訳が締結されるまで同志に隠れていた。 フリードリヒは1802年3月にフランスと取引を行い、ライン川砂岩の領土をフランスに譲渡し、代わりにロイトリンゲンやハイルブローンを含む9つの帝国都市とその他の地域を獲得した。フリードリヒがこの時に得た領土は約2 2 0 0トルの広さであり、12万4千人の住民が暮らしていた。フリードリヒは1803年には、 ナポレオン・ボナパルトに取り入って選定校の称号を獲得した。フリードリヒの新領土はビュルテンベルク王国に編入されず、別々に分けて統治されていた。この新領土はシン・ビュルテンベルクと呼ばれ、この地域には両方議会は設置されていなかった。1803年から1806年にかけて、 ドイツ両方の売信化が進む中で、ビュルテンベルクはさらに別の地域をも支配領域に組み込んでいった。ビュルテンベルクは1805年にフランスの同盟者として戦争に参加し、1805年12月のプレスブルクの和訳では法相として、オーストリア領のシュバーベンその他の地域を手に入れた。ライン同盟、1806年から1813年、 ビュルテンベルク王国はナポレオン戦争の最中から第一次世界大戦の終結まで存続した。1815年から1866年まではドイツ連邦の構成国であり、1871年から1918年まではドイツ帝国の連邦国家だった1806年1月1日、公爵フリードリヒは王号を採用して、 ビュルテンベルクをフリードリヒ一世と称し、国宝を廃止して古いビュルテンベルク公国と新しく獲得した領土を統合した。その後、フリードリヒ一世は、境界領を支配下に置き、ドイツ両方の売信下で独立を失った地域を手に入れた。同じ1806年、フリードリヒは、ライン同盟に参加し、さらに16万人が住む地域を獲得した。 その少し後の1809年10月に結ばれたシェーンブルンの和訳により、フリードリヒはさらに11万人が住む領域を入手した。この新領土を与えてくれたナポレオン一世に対する返礼として、フリードリヒはナポレオンのプロイセン、オーストリア、ロシアに対する遠征に多くのビュルテンベルク市民を参加させた。 1812年のモスクワ遠征には1万6000人のビュルテンベルク人が向かわされたが、帰国できたのは数百人であった。1813年10月のライプツヒの戦いの後、変わり身の早いフリードリヒ一世は運に見放された、フランス皇帝を見捨て、1813年11月に、フルダでオーストリア最小、クレメンス・メッテルに飛行者と和役を結び、 王合と獲得した、新領土を保証してもらう見返りに、大仏大同盟軍に加わって、フランスに軍を差し向けることを約束した。ドイツ連邦を、1815年から1871年1815年、フリードリヒ一世は、ドイツ連邦に加盟したが、ウィーン会議では新領土を獲得することはできなかった。同年、フリードリヒは、 自分の新民の代表者たちに新憲法の骨子を提示したが、代表者たちは王の憲法を拒否し、この政治的緊張の最中の1816年3月にフリードリヒは死去した。新王ビルヘルム一世は即位して、すぐに憲法問題の解決に向けて動き、新民の代表者たちとの長い交渉の結果、1819年9月に憲法が制定された。 この王国憲法は途中で修正を加えられながらも1918年まで国家の基本法として存続することになった。憲法問題が決着して平穏な時代が訪れると、教育、農業、公益、工業といったビュルテンベルク王国の内的な発展が重要な問題として関心が向けられた。こうした発展のため国王ビルヘルム一世は、 公私両面での倹約によって破綻していた国家財政を立て直そうとした。しかし1819年の憲法の下での自由より大きな政治的自由を求める声は消えず、1830年以後は政治的に不安定な状況が続いた。しかしこうした不安定もビュルテンベルクがドイツ関税同盟に加盟し、鉄道が敷設されたことで貿易が 盛んになり始めると、いつしか消えていった。1848年に、ヨーロッパ諸国で、革命運動が勃発する中、ビュルテンベルク王国では、何の暴動も起きなかったものの、無関係ではいられなかった。ビルヘルム一世は、最小ヨハンネス・ホンシュライアーと、その他の閣僚を罷免し、より自由主義的で統一ドイツの理念を支持する、大物政治家に疎郭を命じなければならなかった。 ビルヘルム一世は民主主義憲法を交付したが自由主義者の運動が勢いづくやいなや自由主義者の内閣を罷免しそして1849年10月にはシュライアーとその仲間たちが政権に復帰した国王と内閣は選挙権を拡大して民進を懐従する一方で1851年には 自分たちに従順な議会を招集することに成功し、この議会は1848年に国民が獲得したすべての特権を放棄した。当局は、こうした巧妙な方策で1819年憲法の体制を復活させ、国家権力は官僚の手に渡った。強行権との間に結ぼうとした政教協約が、ビルヘルム一世の長い知性における最後の 政策だったが、議会は、この協約の批准を拒否した。議会は、王国で独自に教会と国家の関係を規定する、方が望ましいと考えたのである。1864年7月にチ、父チビルヘルムから王位を引き継いだ、カール一世は、即位当初から、様々な困難に見舞われた。ドイツの派をめぐるオーストリア帝国と、プロイセン王国の争いにおいて、 戦王ビルヘルム一世は常にオーストリア側についていたが、この親、オーストリア的な外交姿勢は、新王とその助言者たちにも受け継がれた。1866年の広島戦争では、ビュルテンベルクはオーストリア側について参戦したが、ケーニヒグレーツの戦いから3週間後、ビュルテンベルク軍はタウバービショフスハイムで、プロイセン軍に大敗し、王国は、 プロイセン軍に蹂躙された。プロイセンは、ビュルテンベルク王国の北西部を占領し、1866年8月に、和訳が結ばれた。この取り決めにより、ビュルテンベルクは800万グルデンの賠償金を支払い、またすぐに征服国プロイセンとの軍事同盟を結んだ。ビュルテンベルクは1868年、サンクトペテルブルク宣言の締結国の一員となった。 ドイツ帝国、1871年から1918年、ビュルテンベルクの国旗プロイセンとの戦争が終わると、ビュルテンベルクでは民主主義者たちの運動が再び活発になったが、1870年に不仏戦争が始まったために、この運動は何の成果も結ばなかった。ビュルテンベルクの政策は依然として反プロイセン的だったが、王国もまた、 ドイツ中に広がった民族主義的熱狂に飲み込まれ、ビュルテンベルク軍は、ウェルトの海戦その他の軍事作戦で大きな役割を果たした。1871年、ビュルテンベルクは新しく誕生したドイツ帝国の一員となったが、郵便、電信、鉄道の管理権を保つことができた。ビュルテンベルクはまた課税と軍事に関する一定の特権を認められ、続く10年間、 ビュルテンベルク王国は熱烈に新秩序を支持した。ビュルテンベルクでは数多くの重要な諸改革、特に財政分野の改革が断行されたが、ビュルテンベルクの鉄道をドイツの他地域の鉄道と統合しようという提案は受け入れられることはなかった。1889年に減税が実行されると憲法改正が 王国の政治問題の訴状に乗ることは時間の問題となった。カール一世と大臣たちは議会内の保守勢力を強化してこれに対抗しようとした。1874年、1876年、1879年の立法は徹底的な問題解決を先送りしてわずかな改革を実行するに止まった。1891年10月9日。 カール一世王は休止した。重帝のビルヘルム二世が多いと全員者の政策を引き継いだ。憲法改正に関する議論は続けられ、1895年には、ついに選挙で強力な民主主義者の政権が成立した。ビルヘルム二世には、息子がなく、推定相続人のニコラウス公にも子供がいなかった。王位継承権は、最終的に、 ビュルテンベルク家のカトリック信徒の冒険に移ることになったが、カトリック信徒の王が誕生すれば、王国内の教会と国家の関係に齟齬が生じる、心配があった。1910年、カトリック信徒のアルブレヒト公が、国王の新たな法廷推定相続人に指名された。1900年から1910年にかけてのビュルテンベルクの政治の焦点は、 憲法問題と教育問題の解決にあった。憲法は1906年に改正され、教育問題は1909年以降解決に向かった。また1904年、ビュルテンベルクの鉄道は、ドイツの他地域の鉄道と統合された。1918年11月、第一次世界大戦の終結と同時に起きた革命運動により、 ビルヘルム2世は退位して、共和国政府が成立した。ビュルテンベルクは新しく成立したバイマル共和国の州の一つ、ビュルテンベルク自由人民州となった。1918年から1919 19年にかけて革命運動が高揚した後、バイマル共和国の下で行われた5度の選挙で、ビュルテンベルクにおける左派政党の得票数はだんだんと減少していった。 1934年以後ビュルテンベルクは、ナチスドイツ政権下で、ホーエンツォレルン県と共に、ビュルテンベルクホーエンツォレルン大管区を構成した。1945年に、第二次世界大戦が終結すると、ビュルテンベルクは、バイゾーンのビュルテンベルクバーデン州と、フランス占領地域のビュルテンベルクホーエンツォレルン州に、分割された。2州は1952年、 どちらも、バーデンビュールテンベルク州の一部となった。ありがとうございます。